的電気。はい、全国のイスケ的電気ファンの皆さんこんにちは。ということでカピバライン・ヘブン、カピバラが食べ、触った後のカピバラアイスを食べたいと思います。堺みどりのミュージアムハーベストの丘手作りアイスクリーム、手作りアイスクリームでございますね。まあ密かにね、見てわかるように、ほら毛が痛いよ。はい、ということで中は普通のバニラ食べたい、スプーンがない。手作りです。優しい味やな。あのね、ごめん、ここに目の前、店の前で言ってあれないけど、あのね、口がお子ちゃまでしょ、もっと上品な味で、あのスーパーカップしか好きかな。どうですか。はい、スーパーカップとこのバニラアイス、どっち。スーパーカップ。スーパーカップ。はい、ゆうすけ的電気ではチャンネル登録、コメント、高評価、どんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス全て含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。並んで夕日ただ見つめてた。